はい、お疲れ様んさ、チャカポコです。今日のテーマは再び森永卓郎さんについてお話ししたいと思います。それじゃあどうぞ。はい、今日もねちょっと森永卓郎さんについてお話ししようと思いますが、書いてはいけないというね本がベストセラーというかかなり売れてるらしくて、まあ私まだ読んでないんですけど、それに関するね YouTube も何本か上がってましたんで見ましたよ。いろんな方とね、いろんなあの有力な YouTuber の方とコラボして、動画出されてますけど、深田萌さんでしょ、それと、まあ、森永康平さん息子さんですよね、あとチャンネル桜にも出たな、うん、でそのチャンネル桜つながりで林千勝先生とも出てたし、なんかね、まあ、結構いろんなあの有力な YouTuber とコラボして出て、で私大体動画見ました。でなんとなくねあの内容っていうのは分かったんですけれども、まあ当然昔から言われてたことと、まあ、それは同じなんですが、まあねちょっとねあのなんていうか闇が深くて、あんまりはっきり YouTube でやると私のような弱小 YouTuber はすぐにバンされてしまうかもしれないんで慎重に行きたいんですけど、まあとにかく何かが隠されているというのは事実でしょうね。ボイスレコーダーもね未だになんかオープンにはされてないし、うん、でなんか裁判のが出たんですってね、もう出さなくていいみたいな、そんなおかしなことあるんですかね。何かが隠されている。で何か隠しているのは何かというと日本政府ですよね。日本政府がこの御巣鷹山の事故、JAL 123便のこの事故については何かを隠しているというのはもう間違いないことだと思いますね。だから要は事故の原因でしょうね。事故の原因があの一般に言われていることとはもう全く違うということなんだと思いますね。でその後証拠を隠滅したような形跡もあるようで、で、まあ、このことをねずっとその追っかけてる元ね JAL の CA さんもいるみたいで、うん、まあそういうのちょっとねあの弱小 YouTuber ながら応援していきたいなと思いますけど、まあねだからなんだこの機運が高まれば今のその森拓さんの本が売れてますんで、このことがねまた再燃、僕らの世代の人は大体分かってるんですよ。私は60歳ですけど、あのなんとなくあの事件っていうのはきな臭い事件だぞと、何か隠されてるぞっていうのは大体分かってると思うんですけど、また新しい人ね、今の最近の若い人は結構ねショッキングな内容だったりするんじゃないかと思うんで、まあ、このことが盛り上がればこのことだけを争点にね、選挙戦ったら意外といけるかもしれませんよね。国政選挙、要は JAL のボイスレコーダーを、私が国会議員になったら JAL のそのボイスレコーダーを公開しますということを公約にして選挙出たらいいんじゃないですかね。チャンネル桜もね、そういったことで候補者出したらいいんじゃないでしょうかね。まあ昨日ね和田秀樹さんのチャンネル見てて、右翼を知ったというか右翼はダメだっていう話をしてましたけど、もう本当見ててそう思いましたね。私はですね、若い頃は左側にこういたんですけど、だんだん年を重ねることに右側に行って、で、まあ、今右側に
どっちかというと右だと思うんですけども、まあとにかくここね数十年右翼がやってきたことっていうのは何だったんですかね、何にもなってないですよね。中国はダメダメって言いながら、もうダメと言われながら、ここまで中国に差をつけられてますよ。もう明らかに中国の方が豊かですよね、日本より今。これ韓国にも抜かれてんじゃないですか、今。韓国、今韓国の旅行客いっぱい日本に来てますよ。で日本の若い女性は韓国のアイドルがいいとかねいう感じで、まあね、ここまで衰退したのは、日本が衰退したのは右翼が悪いってことじゃないけど、まあしかし何やってたんだろうなっていう気がしますね。もう少しね、なんだろう、もう少し日本を元気にするような、ね、経営者もダメですね、会社の経営者もう本当もっと給料出せよって言いたいですよ。まあ、ずいぶん前にも言いましたけど、新浪さんちゃんとやってみたいな、動画上げましたけどね、本当。まあ私は日本が大好きな真の愛国者ですので、もう本当なんか悲しいですよ。ということで、まあ、何の話かというと、森拓さんの話からなんか日本はダメだみたいな話になっちゃいましたけど、日航のね JAL123 便の動画が今度ちゃんとね、まあ、話せること話せないこといろいろあると思うんですけど、なんとなくまとめて、動画作りたいと思います。それじゃあ今日もね最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ今日の一言、チャンネルさくらさん、次の選挙は日航のボイスレコーダーを開示させるという公約一つで戦ってみたらいかがでしょうか。なんとなく票が取れるような気がします。それじゃあ、いってらっしゃい。